ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、前回ドラゴンボール Z スーパーサイヤ人伝説続きをやっていきたいと思います。前回ね、9位に惜しくもね、僅差でゲームオーバーとなりましたけど、ちょっとね、修行を少しばかりしてきましたよ。で、一旦洞窟出てね、回復してまた戻ってきました。天津飯レベル20。ご飯がね、やっぱり成長力があるんですよね。レベル22。バトルポイント戦闘力ね、8300まで来ました。もうツムリーマイーマは補欠みたいな。最初ツムリーマイーマの戦闘力3000よりね、3人とも低かったんだけど、クリリンやられてからすっかりもういないんですけどねこの3人、天津飯、ご飯、ヤムチャで9位を倒したいと思います。漫画の原作とは違いますけどね。ベジータはやっぱり来ないみたいですからね。さあ行きましょう。あ、ドラゴンボールだ。村の人が隠してたんだ。よかった、フリーザたちに見つけられなくて。で、この後出るとドラゴンボール取られようとするんですよね。来た。おやおや、何かと思えばわざわざ我々の集めているドラゴンボールを取ってきてくれるとはな。さあリベンジ開始。スカウターってこれマップ使えないよね。使っとけばよかったね。でカリン様とかカードもね、ちょっと交換して購入してきましたので、必殺技結構カードいいかな。うん、このまま行こう。ちょっとウーロンもちょっと1、2枚買ってきましたから。さて天津飯が、あ、ちょっと待って、その前にね、海王様1枚あるからね、ご飯をパワーアップ。きた、バトルポイント1万超え。で、天津飯はどれにしよう。やっぱ最初ご飯ですね。ご飯の必殺技マセンコで、あ、ちょっと待って、ごめん。何度もごめんね。緊張するわ。じいちゃんですよ、じいちゃん。これじいちゃん3連発、前回もね、前回見ていただいた動画でも良かったんでね、一旦ちょっと、9位にはお休みいただいた上で、マセンコですね。うん。で、天津飯は、どれにしよっか。このあたりでいいか。で、今守備関係ないから、ツムリーマイーマは余ったカードの消費。さあ行こう。じいちゃん使ってる間にね、ダメージ与えたい。ご飯、海王様のカードも使ってるから、バトル戦闘力1万超えですよ。確かね、漫画の原作でも9位は8000ぐらいだったと思うんですけどね、違ったかな。だから倒せるはずだ。結構ダメージ与えたよ。ベジータいなくても倒せる。ヤムチャの通常攻撃ではやっぱり無理か。さあ、いけいけ。あー、ダメか。やっぱり必殺技頼みですね。通常カードをなんか必殺技に変えるお助けカードあったと思うんだけどな。9位のね、守備の関数字が低いうちに倒したいんだけどね。ああ、あんまり、いまいちだな。まあ、じいちゃん使いましょう。あと1枚。惜しみなく使うよ。もう全力で倒さないとね、無理だと思うんで。マセンコー !2 連発。天津飯はこっちかな。攻撃力。わ、ろくなカード残ってない。でもね、ツムリーマイーマも意味あるんですよね。こういういらないカードを消費してくれるからね。うん。さ、マセンコー2発目。
ただちょっと攻撃力がいまいちなんだよな、このカード。魔先行。あ、守備力あるな、キュイ。ロックか。さっきよりはダメージ与えられない。やっぱりな。お、それでも行くか。追い打ちね。ヤムちゃん、なるべく長い間死なないでくれ。スムリー、マイーマはおとなしくしててほしいけどな。前回なんてなんかキュイが必殺技みたいなのをして一気に5人のうち4人ぐらいやられちゃいましたもんね。あ、3人ぐらいまとめてね。あー、カード弱いなー。ちいちゃん使おう。もう倒せるんじゃない。でもね、カリン様は使わずなくても倒せそう。さあ、ご飯の魔線香3発目でもう倒せるかな、これで。よし、じいちゃん3連発。次から反撃もされるからね。じいちゃんもうないよ。9位目、修行の成果見せてやるぜ。うわ、守備 Z か。来るかな、9位。さあ、ご飯終わりにしよう。魔先行3発目。さあ、もう死んでくれ。9位、一気に終わりだ。ああ、まだ生きたか。やるな、しぶといね。でももうここまで来たら倒せるでしょ。こい、動画外で。悪いな。ああ、あんまりいいカードがないな。ここはちょっと、ウーロン使いますよ。バトルカードチェンジ。どうだ？ああ、必殺技がない。必殺技を取るには無理だね。まあいいか。必殺技で決めたかったけど。ご飯がやってくれるだろう。つむり、残り物。よし、行け。あ、強力エネルギー派。わ、 Z か。ご飯耐えろ。一撃では死なんでしょう。死なんでしょう。よしよし、全然平気。強くなったなー、ご飯。あ、壊された。マジか、キュイ半端ないね。これ、じいちゃんカードないと辛い。あー、全部壊される。なんてやつだ。舐めたらダメですね、こいつ。おほほー、さすがベジータのライバルとまで言われて。死ぬなよ、ヤムチャ。マイーマキュイ、マイーマツムリーはもう、消費。消化試合だよね。さあ、必殺技カード来て！来い！なんか守備の弱い必殺技カード来ましたよ。さあ、行きましょうか。天津飯の必殺技で決めちゃう？ねえ。見たいよね、気候法。鬼神の剣か。気候法でいこう。ご飯は、まあだからこれでいこうか。ヤムチャ Z で。さあ、気候法で終わりかな。ヤムチャ1でもいいからダメージ与えて。よし。おお、7与えた。いいね。お、来た！気候法！これで9位は終わりかな。五郎丸じゃありませんよ。天津飯ですよ。嘘！かわすか。もう気候砲じゃなくて、ただの通常攻撃じゃん。
倒した。お、もしかしてマイーマツムリーがキュイを倒すかな。お、かわすか。しつこいやつめ。うわ、必殺技やばい。天神庵あの守備が最低だったと思う。位置だよね。まさか1回で一撃でやられるってことないよな。うわー、来た来た来た。一撃ではやらないでしょ。おー、180、鬼だね。天神庵、ここはカリン様つか、あ、神様使おう。神様で回復、どんな問題。そして必殺技がないけど、もう倒せるっしょ。あいつは虫の息だ。さあ、粘り、ね、なかなか粘ったけどね。よーし、やっつけましたー。1500、みんなレベル上がるよね、そら。よーし、倒しましたー。え、どうしたらいいのこれ。まだ続くの。ドラゴンレーダーもないし、もうやることないんだけど。このカードは使えません。二神中、スカウター使おうか。どういうことなんだろう。どこに行けばいいんだい。ちょっと回復しようか。あともうフリーザしかいませんよ、多分ね。セーブしておこう。ドラゴンレーダー使ってもないでしょ。どういうこと？話してもダメだしね。一番最初にね、クリリンがやられたところ。オッケー、じゃあ、フリーザのところへ。無謀にもね。もう、あの辺りしか、あ、なんだこれは。これフリーザとキュイが乗ってきたやつかな。おほ、スカウターいいね。あとどこに行けばいいかって、もうフリーザのとこぐらいだよね。ウーロンあったよね。よし、もう逃げよう。違うのかな。あ、これめんどくさいな、スカウター。1200、もう敵じゃないぜ。あ、ここは裏が、何これ。村が全滅してる。誰もいないね。ひどいことだ。ベジータが殺したところかな、ここ。誰もいない。
あいつどこ行ったんだ、あのフリーザは。なんかくまなく調べるしかない感じになってきてるんだけどねえ、目的がわからん。デンデと話したいんだけどね、最長老のとこ連れて行ってほしいよね。でもクリリンいないしなもはやもうアニメのストーリーじゃなくなってきてるもんね。どういうことこれ。くまなく調べる？あ、なんかあった。ああ、エンカウント率。逃げれるようになりましたね。それだけでも大きいか。ここはな、来たことあるかな？あれ？あ、お助けカードの店？いらないね、もう。カードいっぱい持ってますよ。だろうね。広いなあ、ナメック星。しかし高確率でね、逃げれるようになったね。どこへ行けばいいんだろう。わからんぞ。あ、もう行き止まりっすね、ここ。わからん。あの漫画の原作だとあれだよね、順番に行くと次ドドリア、ザーボンとかですよね。着陸。カード違うな。なんかあるぞ。多分全部行ったとこだよね、この辺りね。しかしでもザーボンとかとなるとまた、あ、回復できる。またね、修行が必要なんじゃないかな。はい。ちょっとね、次の目的地と、修行も兼ねてね、多分、ドドリやザーボンとかと、さらに強くならないといけないと思うんですよね。うん。ご飯はまだ強くなりそうなんで、レベル上げと調査を、広いナメック星でしておきたいと思います。今回はね、一旦ここで終了としたいと思います。皆さんにそんな、さまよってるのをプレイしてもね、しょうがないと思うんで。はい。じゃあ次回、何かイベントを探して見つけたら、動画あげたいと思いますので、しばらくお待ちください。ありがとうございました。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。